入れられらた白雪姫、白雪姫は、もともとは、ドイツのヘッセン州、バート・ビルドゥンゲンの民話とされている。グリム兄弟の、グリム童話に、KHM53 番、エーデンベルク校では43番として、集載されている。話者は、マリーことマリー8000プフリクである。タイトル及び主人公の故障の日本語役名は、白雪姫が一般的である。しかし、 シュナビちゃんが雪のように白い子の意であることから厳密に正確な日本語訳とするなら切迫姫が正しい。イラスト、オットー・クーベルある国に白雪姫と称される要望に優れた王女がいた。しかし彼女のママ母である王妃は自分こそが世界で一番美しいと信じていた。彼女が秘蔵する魔法の鏡は世界で一番美しいのは誰かとの問いにいつも それは王妃様ですと答え、王妃は満足な日々を送っていた。白雪姫が7歳になったある日、王妃が魔法の鏡に世界で一番美しい女はと尋ねたところ、それは白雪姫ですとの答えが返ってくる。怒りに燃える王妃は漁師を呼び出すと、白雪姫を殺し、証拠として彼女の肺臓と肝臓を取って帰ってこいと命じる。しかし漁師は白雪姫を、 不憫がり、殺さずに、森の中に置き去りにする。そして王妃へは、証拠の品として、イノシシの肝臓を持ち帰る。王妃はその肝臓を白雪姫のものだと信じ、大喜びで塩茹でにして食べる。森に残された白雪姫は、七人の小人たちと出会い、生活を共にするようになる。一方、白雪姫を始末して、上機嫌の王妃が、魔法の鏡に、 世界で一番美しいのはと尋ねたところ、それは、白雪姫ですとの答えが返ってくる。白雪姫がまだ生きていることを知った王妃は物売りに、化け、小人の留守を狙って、腰紐を白雪姫に売りつける。そして、腰紐を締めてあげるふりをして、彼女を締め上げ、息を絶えさせる。やがて帰ってきた七人の小人は、こと切れている白雪姫に驚き、 腰紐を切って、息を吹き替えさせる。一方、王妃が再び世界一の美女を魔法の鏡に尋ねたことにより、白雪姫が生きていることが露見する。王妃は毒を仕込んだ櫛を作り、再度物売りに噴して白雪姫を尋ねる。白雪姫は頭に櫛を突き刺され倒れるが、小人たちに助けられる。今度こそ白雪姫を始末したと上機嫌の王妃だが、 魔法の鏡の答えで白雪姫の生還を悟る。王妃は毒を仕込んだリンゴを作り、善良なリンゴ売りに噴して白雪姫を訪ねる。白雪姫は疑いもなくリンゴをかじり、息絶える。やがて帰ってきた小人たちは、白雪姫が本当に死んでしまったものとして悲しみに暮れ、遺体をガラスの棺に入れる。そこに王子が通りかかり、 白雪姫を一目見るなり、死体でもいいからと白雪姫をもらい受ける。白雪姫の棺を担いでいた家来の一人が木に、つまずき、棺が揺れた拍子に白雪姫は喉に詰まっていた、リンゴのかけらを吐き出し、息を吹き返す。蘇生した白雪姫に、王子は喜び、自分の国に連れ帰って、妻として迎える。白雪姫と王子の結婚披露宴の席。 王妃は真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされ、死ぬまで踊らされる。この物語は、グリムの他の物語同様に様々な変遷を経た。非核民話研究会の岩瀬久美の研究では、白雪姫の類話には、小人が登場するものが少なく、グリム童話の初版本及び第七版を除けば、後日のウィーンのものとされる話と、アイスランドの2話、スイスの1話のみである。また、 エーレンベルク公や、ルートビヒ・ベヒシュタインの白雪姫、そして、もう一人のグリムこと、アルベルトルートビヒ・グリムの白雪姫、ヨハン・カール・アウグストム・ゼイウスのリヒルディスにも小人が登場する。さらには、小人の数を7人と限定するとグリム童話の、エーレンベルク公、初版本、第7版、ウィーンの類は、ベヒシュタインの白雪姫、エールグリムの白雪姫しか該当するものがない。 一方、類話には、主人公をかくまう者として、盗賊や山賊が登場する者が多い。例えば、コルシカ島のの類話、アンジュウリーナでは、母親に頼まれてその娘のアンジュウリーナを殺すために、さらう山賊が登場する。なお、類話の中でも、かなり古いタイプと見られる話では、娘を見たら必ず殺してしまう十二人の悪い、盗賊が登場する。また、ヨハネスボルト、 ゲオルクポリベーカ教著、アンメルクンゲンズ・デンキンダー、ウントハウスメルヒエンレア・ブルーダー・グリームには、自分たちの住むホラー穴にやってくる少女を、手当たり次第に殺してしまう7人の小人が登場する、ウィーンの話とされる類話が収載されている。さらには、スイスでの類は、ママ娘では、変装したママ母に毒が仕掛けられたコルセットで、締め上げられて殺されかけたママ娘が、 かくまってくれている、小人の、今度、留守番中に誰かを家に入れたら、フライパンで焼いてしまうぞという忠告を守れず、再び変装したまま母に、毒リンゴで殺されかけたために、ママ娘を、フライパンで焼くべきか否かを12人の小人たちが、多数決で決めることにするエピソードがある。1937年に発表された、ディズニー発の長編カラーアニメーション映画である。 それぞれ二つの番があり、いずれもハローキティが白雪姫となっている。サンリオ世界名作映画館、ハローキティの白雪姫のタイトルで、1993年7月に OVA として制作。ダニエルが当時まだ正式に登場していなかったものの、王子様はダニエルと似たキャラクターとなっている。内容は後に制作された。 サンリオ世界名作劇場の同名作品よりも原作に近いものとなっている。サンリオ世界名作劇場、サンリオ世界名作映画館のものとは別に、ハローキティの白雪姫という同名作品があり、ダニエルが王子様であるがカルードに持ってくるよう命じる証拠品が心臓ではなく血のついた矢となっているほか、七人の小人ではなく、七人の木こり、 毒リンゴは半分しか塗らないなど一部変更されている部分がある。また、タイトルも、名作映画看板では、白雪姫とひらがな表記であったが、名作劇場版では、白雪姫と漢字表記となっている、などとするものもある。ベヒシュタインの白雪姫では、白雪姫は気高い心の持ち主であるがゆえ、マ,マ母である王妃を許し、仕返しも復讐も行わなかったが、 一匹の嫉妬という名の毒虫にママ母は心を苛まれるという結末を迎える。また、エーエルグリムの白雪姫では、小人の王より九十九にかけること九十九年の長きにわたって、小人の王の白のガラスの棺の中に命なく横たわるものとするという罰を下される。また、低年齢向けの絵本では、ママ母の最後が描かれないものもある。白雪姫には、 欧州各地を中心にアメリカやジリ、インドなどに類話が存在する。ドイツ及びゲルマン語圏よりもゲール語圏やラテン語圏に多くの話が残っているのが最大の特徴である。類話としては以下の話を例として挙げることができる。以下の書籍の該当ページには類話の一部が載っているので参照されたい。ありがとうございます。